赤いランドセル私の大学は結構な田舎でして羽を伸ばすところがこれと言ってありませんそういう事情に加え学生の多くが車を所有していることもあり必然と連れ立ってドライブに行くことが遊びの一つになっていましたその夜も私の仲間たちは隣町の峠道まで出かけたそうです 私自身はバイトがあったので参加しませんでした。別に峠を攻めるわけでもなく、頂上で夜景を楽しみながら一杯飲もうというのが目的だったとか、峠道や頂上では何もなかったんですが、問題は帰り道のことでした。自動販売機を見つけた彼らは飲み物が底をついていたこともあり、缶コーヒーを買うために車をロコタに止めたのです。 その時、少し先の道端に何か置いてあるのに気づきました。街灯もろくになく、暗くてよく見えません。近づいてみると、それは花束とジュースの缶でした。ありゃ、来る時は目に入らなかったのにね。とりあえず皆で手を合わせておいたそうです。一人を除いて、 車が発信した後、中で交わされた会話は、君ら、よくあんな不気味なものの近くに立ってられるよな。呆れるわ。不気味ってのはひどくないかそうそう、花が捧げてあるくらいいいじゃん。花はいいんだよ、花は。俺が言ってるのはランドセルのことだ。 ランドセルほら、鼻のそばに置いてあっただろう一つだけぽつんと。女の子用の赤いのが。カレー以外のものは誰もそれを見ていなかったんだそうです。おい、冗談言うなよ。しっかりと置いてあったじゃないか。そっちこそ変なこと言うなよな。 他には何もなかったって。お前ってそういうのが見える人だったっけもし俺が見える人だとしたら幽霊なんてこの世にはいないってことだ。その場の全員が皆霊など見たことのない人ばかりでした。その俺が見えたんだから霊関係じゃないって。でも、そう。 でも、お前以外の奴には何も見えなかったじゃないか。雰囲気が気まずくなり、皆が黙り込んでしまったそうです。とにかく帰ろうということに意見が一致したので、速攻で帰っていつものまり場にしている部屋で飲み直そうと相なりました。この時点では、皆がこのランドセルの話題はこれで終わりだ。そう思っていたんです。 ですが、車がたまり場にしているアパートに近づくにつれ、皆元気を取り戻し、年頃の大学生らしくエッチな話題などで盛り上がっていました。しかし、なぜかドライバーはアパートの駐車場に入らずに、そのまま通り過ぎてしまったんです。おいおい、何やってんだよお前の家を通り過ぎちゃったぜダメだ、ダメダメ。 オレンジじゃダメだああ何言ってんだよ一体ランドセルだよ何だってランドセル背負った女の子が駐車場にいたんださすがに皆レースを浴びせられたような気がしました運転手君の話によると 駐車場の一番奥の街灯下に赤いランドセルを背負ったおかっぱ頭の後ろ姿がじっと佇たずんでいたんだそうです。奇妙なことに運転手と先ほどランドセルだけ見た友人は別人でした。今回ランドセルの女の子が見えたのは運転手だけなのです。気のせいじゃないのか今度は俺には何も見えなかったぞ。 ランドセルだけだったろ俺は女の子つきなんだもう一回確認してみない当てもなくウロウロできないしそこで引き返して駐車場を覗いてみることにしたんですがダメまだいる同じところであっち向いてうつむいてる やはり他の友人には見えないのですが、そう言われたら気持ちが悪くて車から降りる気にはなれませんでした。仕方ない。狭いけど俺ん家に行こうや。なんか振り向きそう。早く車出せ。ここから彼らの眠れぬ夜が始まりました。そう。 行く先々でランドセルの女の子が待っていたんです。それも彼らのうちの誰か一人だけ見えるという奇妙な形で。彼らの家には一歩も入ることができませんでした。まだ深夜営業のファミレスが地元にできる前の話です。こんな夜遅くに学生がたむろできる場所などはありませんでした。 大学の研究室に行って過ごすかという案も出たんですが、もしエレベーターの扉が開いた中にランドセルが見えたらどうするという一言で行けなくなったそうです。皆が皆パニックの一歩手前みたいな状態だったと後で言っていました。そんな彼らが最終的に選んだ避難場所はなんと私の家でした。 バイトが終わる時間を見計らって私を拾いに来たんです。事情もわからずに、徹夜でマージャンしようと強引に家に連れて帰られました。駐車場の入り口でしつこく確認されます。なあ、お前の家の駐車場、何か変わったものは見えないか例えば、赤いランドセルとか、 うん車以外に何もないけど「よかった」と口々に言いながら皆は私の部屋へ転がり込みましたトイレがすぐ隣なのでそれも彼らにはありがたかったようです一人になるのを嫌がっているのが明白なのでさすがに私も不思議に思い何があったのかを聞きました マージャンパイをかき混ぜながら彼らは私に事情を説明してくれました。かなり本気で叩き出してやろうかと思いましたよ。ええ。マージャンしながらも皆が怖がっているのはわかりました。私も説明を受けてからは結構ビビっていました。お前さんは拝んでないから多分大丈夫だと思うんだけど。 多分という言葉が余計でです。す。本当に迷惑ですしかし赤いランドセルは私の家には姿を現しませんでした夜が明け朝が来ると皆くたびれ果てて眠ってしまいましたおそらく精神的に疲れていたんでしょうね真面目に学校に行ったのは私だけです 彼らは午後からバラバラと授業に出てきました。日が昇ってようやく家に帰れたんだそうです。しかし、一人だけ来ない者がいました。それは最初にランドセルを見た彼でした。心配しましたが、携帯電話が復旧する前なので連絡がつきません。その日、最後のコマが終わると、そいつの部屋にみんなで行くことにしました。 部屋に着き、呼び鈴を鳴らすと、憔悴しきった彼の顔が出てきました。学校に行く準備をしているときに、駐車場から見上げるランドセル姿に気づき、外に出られなくなったんだそうです。今は見えなくなっているが、一人で外に出る気になれないと彼は言いました。いきなり、私たちのうちの一人が奇妙な声を上げました。 その様子から私たちはランドセルの少女がまだここにいることを知ったのです。皆そのままゆっくりと中を見ずに外に出て鍵をかけました。車に乗り込んだ後で尋ねると部屋の隅にランドセルがあるのに突然気づいたとのことでした。私を含め皆泣きそうになりました。 しばらくして皆でお祓いに行ったらしいんですが何もついていないと言われたんだとか彼らはその後もランドセルをたびたび見ていたんですが別に害はなかったようで2ヶ月もすると何も見えなくなったそうです果たして事故に遭ったのは本当に小学生の女子だったのかも不明ですもしそうだったなら何かを伝えたかったのか 単に寂しかっただけなのか。かわいそうだったのは、例の最初に目撃した彼で、かなりの間、おどおどしていました。しばらくの間は、通学中に小学生の姿が本気で怖かったそうです。私は結局、何も見えなかったし、わからなかったんですが、途中から皆のヒステリーじゃないのかとも思いました。口にこそ出しませんでしたけどね。 私の周りで起こった奇妙で少し怖いお話でした。